楽しく過ごそうと思ったらいつの間にかそういうふうになっちゃうっていうか、それぞれが持ってるものだと思う。これは音だけど、でもなんかタッタタンタッタンってやったら音楽になるっていう。楽器があったら音出したいみたいな、そんなニュアンスがいいですかね。何もない人は本当に何もない。その差は何なんだろうなって思うと、完全にその差はもうわからないんですね。なんかわかんないけどかっこいいっていうのが、その中学生なり高校生の時はすごく思ってたことだと思うんですよ、今振り返ると。そのコードがどうとか、ギターがどういうもんだとかわかんないけど、なんかすげえかっこよくていいじゃないかっていう。まあその中でこう自分らが今こうできるというか、そのライブやってこうどんな気持ちになってほしいかって言ったら、そんなに多くこう強要するものは何もなくて、できることならなんつうかこう自分らが感動した時と同じような気持ちをやっぱ受け取ってほしいなというか、そういうふうになる人がいたらこうバンドやってる甲斐あるなというか。子供の頃ってテンション高いじゃないですか。触るなって書いてあったら触りたいし、ボタンがあったら押したいし、穴があったら入りたいしみたいな、そんなニュアンスで、楽器があったら音出したいみたいな、そんなニュアンスがいいですかね。音楽との出会いは今思えばあの時だったなって、その大事なもののようだと思うけど、その時その時はそういうことをあんまし意識してない、そういうもんなのかなと思ってます。文字にある正体不明の興奮っていうのも、まあ確かに俺はすごいわかるなと思ってて、拓郎から、まあ、昔そういう話をよくしていたりして、正体不明の興奮があるものと全く何もないものがあって、まあ例えばそういうバンドの演奏とかでも、本当に興奮するバンドってのは確かにただ演奏してるだけなのにものすごくかっこよくて、こうぐんぐん来るんですけど、まあぐんぐん来るっていう感じですかね、正体不明なのは。何もない人は本当に何もない。その差は何なんだろうなって思うと、完全にその差はもうわからないんですね。 そういうところかなと。でもそういうものが確かにあるし、散々やっぱ見てきてそれで興奮を回っているから、まあそういうふうに頑張りたい、うちらもっていう気持ちがありますね。もうちょっと一つ中入れます。その柱を気をつけてね。ちょっと本当気をつけて。落ちるときは後ろに落ちた方が多分大丈夫。後ろはもう断崖絶壁です。見えてないから適当なこと。カサスみたいな。音楽ってぶっちゃけると、実はいらないもの。最低限生きていくのに多分人間が必要なのって衣食住ぐらいだと思うんですが、それを考えると実はなくてもいいものだったりするんですが、でもその音楽の存在意義は、そうですね、最低限のものではないんですけど、人生を豊かにするものには必要だと思うので、別に趣味ない人もいたり、一点のつまんないとか言う人がいてもいいと思うんですよ。僕価値観を押し付けるの嫌いなので。でも音楽好きだって人がいるので、人生を楽しみたい人と、そういう人に僕らの音楽を楽しんでいただければいいなと、そういう位置づけで活動してます。まあ音楽を中心としたコミュニケーションがやっぱ生まれるっていうことだと思うんですけど、まあ今も昔もそれはさっぱり変わんないと思うんですね。でまあ音楽を作る人がいて聴く人がいてっていうだけでも十分な、ある程度十分なコミュニケーションであるし、それを仕事にする人がいたり、趣味にする人がいたり、それが元で集まる人がいたりするっていう、まあ割と
膨大な量のコミュニケーションを埋める素晴らしいシステムなんじゃないかなと思っております。なんか知らず知らずのうちにそれを音楽を鳴らそうとしたり聴こうとしたりなんか共有しようと してると思うんですよ。なんか例えば飲み会の時にこう最後に締めるじゃないですか、よーって。まあ、それもある意味音楽だというか一つの、まあ、儀式というかみんなが一つになるための一つの呪文のようなものだと思うし、楽しく過ごそうと思ったらいつの間にかそういう風になっちゃうっていうか、それぞれが持ってるものだと思います。これは音だけどでもなんかタッタタンタッタンってやったら音楽になるっていう、なんかその違いに何か役割があるんじゃないかと思うんですけど、そういうふうにまあ誰もそういうふうに聞かないけど普段音楽聴くときはそういうふうにこう切り替えて、何かで私たちはこれを音楽だと判断しているということは、そういうふうなふうに入り込める世界が一つあるってことだから、うん、楽しむべきものを用意している、用意されているってことが音楽の役割なんじゃないですかね。うん、かっこいいアルバムがになってると思うんですけど、ムーブメントっていうタイトルにしたのは、こう曲を聴いてたら移動している感じがするなってところから撮ったんですね。そのムーブメントしているなというか、これを言って果たして伝わるのかどうかっていうね聴いてもらうそういうのが一番いいと思うんですけど、それで別にそう思わなくてもいいし、単にかっこいい曲だなとか思ってくれるだけで十分だし、うん、でもなんかムーブメントしているアルバムになってると思います。まあもう作品、アルバムっていう一つの作品はもう聞いてもらった、誰かに聞いてもらった時点でもうその人の中でまたいろんな解釈が生まれると思うんで、まあなんか好きなように聞いてほしいなと思ってます。とりあえず聞いてもらって、でかっこいいと、いいと、良いと思ってくれたんだったら良いと思ってくれて、でまあダメだと思ったらダメと思ってくれていいし、9ミリの CD 良かったよねみたいな話が生まれてもいいし、キュービーの CD さっぱりだねとか言われてもいいし9ミリいいよ、すげえダセーよみたいなやつがバトってくれてもいいし、うん、9ミリのやつ聞いた、すげえひどくねとかすげえよかったねとかいうことになってくれてもいいんで、何かしらのアクションがやっぱ何かしらつながっていくような気がするっていうのは、まあ、毎作思うんですが、今回もまあそういうことを起こせるくらいのエネルギーは入ってるんじゃないかなと思って作れました。どっから行ったかもしれないですけど、5年分ぐらいの寿命が練り込んであるのでもう夢も希望も全部入りです。だからあとはどうしようかな、リスナーに任せようかな、うん、僕らはやれることやったんで、あとはどう評価していただいてももう鼻くそほじる力も出なかったので、撮り終わった後は、はい、あとははい、野となり山となり焼け野原となってください。まな板の上に乗ったような感じってこと。そうですね、ピチピチしてますもうちょっと感じで撮らせてください。はい、OK、はい、でーす、はいはい、降りるとき油断しないで、降りる方がちょっと、降りる方が、降りるまでが撮影終了ね。早い大丈夫ですか。ありがとうございます。
Tower Records.